どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。今回はうちのチャンネルでも初の試みかな？ま、それっぽいことは何回もしてるから、今更っちゃ今更な話なのかもしれないんだけど、三国志とはまた別の時代の人物を解説していこうと思っているぜ。今回はその最初としてふさわしい重要な人物を題材に解説をしていくぞ。三国志を学ぶなら、まず間違いなく知っておいた方がいい人物だろう。というのも三国志は、漢王朝が滅びゆく時代、の歴史になるわけだが、この三国時代とはまた別で、漢王朝というのは一度滅んでいただろ、というわけで今回は魏王朝以前に漢王朝を滅ぼした人物を解説するぜ。漢王朝はおよそ400年の長きにわたって存続したけど、魏王朝の宗妃に帝位を譲る前に一度、確か秦王朝の王莽に帝位を譲っていたわね。その通り。というわけで今回解説していくのはその王莽、だぜ。前漢を滅ぼした悪名高き三奪者、として歴史に名を残す彼だけど、おそらく三国志の魏王朝初代皇帝の宗妃や、その父である曹操などは、そんな王莽の二の舞にならないよう細心の注意を払っていたはずだ。だってこの時代、帝位の譲渡なんて王莽くらいしか前例がないからな。そしてその王莽の王朝は、わずか15年という短期間で崩壊しているぜ。曹操や宗妃は、そんな三奪者、王莽と同じ道を歩まないように、いろいろと注意を払ったはず。だからこそ私たちも、王莽を学ぶ必要がある。王莽を知れば、五漢が滅びゆく三国志をより詳しくまた違った目線で学ぶことができると。なるほど、確かにこれは超重要人物なのかもね。そんなわけで今回は、6つの項目、に分割して、王莽の生涯と業績を解説していこうと思っているぜ。いつもの通り、個人的な考察やら視点も含むので、そのあたりについてはご了承いただけると幸いだぜ。動画の最後におさらいテストもやっているから、コメントなどで回答していってくれると嬉しいわ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。それじゃあまずはじめに王莽の解説は一旦置いておいて、王莽という人物が出てくるまでの漢王朝の歴史をざっとおさらいしておこうかな。紀元前202年頃に、中華の統一王朝として成立した帝国であり、その始祖である皇帝の名は劉邦。庶民から皇帝になった大人物だぜ。北方の騎馬民族、匈奴、の勢力に圧迫されながらも、漢王朝は中華を統治し続けており、紀元前180年に即位した文帝劉邦であったり、その息子の慶帝劉慶の治世で、漢王朝は大いに国力を増強させて、武帝劉鉄の在位期間で匈奴勢力に勝利。漢王朝は最盛期を迎えるぜ。文帝と慶帝が蓄えた国力でもって、武帝が一気に勢力を拡大したと。こうして漢王朝は、大帝国としてその名を世界に轟かせたわけね。ただ、この武帝の軍事行動の費用がかさみ、また武帝は晩年に失策を繰り返したため、国力は減衰し、王朝の内部も少し揺らぎ始めたとか。そして武帝が没すると、わずか8歳の小帝劉仏陽が即位。幼い皇帝を補佐するべく数人の大臣が、国政の実権を掌握することになったぜ。しかしより強い権勢を求め大臣同士が争い、結果として郭公という大臣が国政を独占。漢王朝はこの郭公の一族によって動くこととなり、郭公の政策のおかげで、漢王朝の国力は少しずつ回復していったんだ。そんな郭公も紀元前68年に没し、時代は先帝劉順の治世に移るぜ。少しつまずきながらもちゃんと立ち上がってこれるところに、漢王朝の自力というか、大帝国の層の厚さを感じるわよね。ちなみに先帝は不思議な運命をたどっている人で、武帝の大使だった遊挙の孫だったんだけど、武帝によってこの遊挙が処刑されてしまい、先帝の父も母も兄も姉もそれに連座して処刑され、生後間もなかった先帝は投獄された後、釈放されて民間に落とされることになったぜ。つまり民間で育ったという稀有な経験を持ち、王子である小帝が若くして崩御すると、郭公によって皇帝へと担ぎ上げられたわけだ。そしてその郭公が没した後は、朝廷を接見していた各一族を排除し、皇帝である自分に権力を集めて、漢王朝を立て直してみせたのだとか。民の暮らしを実際に体験しているからこそ、為政者としての責務が何なのか、という自分なりの答えを持っていたのかもしれないわね。
しかしこの選定には悩みの種が一つあり、それが皇太子のことだった。皇太子の遊戯は儒学に傾倒し、その性質は理想主義かつ叙情的。民間で育って、世相をくぐり抜けてきた経験があるからこそ、選定は現実的な視野の持ち主で、皇太子とは主義主張がほぼ無楽であったぜ。しかしやはり選定も人の親だ。遊戯と、その妻の王政君との間に生まれた孫の融合を可愛がり、この孫に帝位を継がせるためにも、遊戯を皇太子に置かないといけなかったんだ。そしてこの遊戯の妻の王政君だが、彼女の老いが今回の動画の主役である王毛なんだぜ。ほうほう、なるほどなるほど、ここで歴史が繋がってくるわけね。いよいよ今回の動画の本筋に、これから突入していく感じかしら。というわけで次の項目、宦官と外戚に話を移していこうと思うぜ。後漢が国力を衰退させた大きな原因に宦官と外戚の政争があるけど、この前漢にもその呪縛はあったんだ。皇帝制度を採用している以上、こうした問題が出てくるのは、避けては通れない道なんだろうな。宦官とはいわば、皇帝や皇后の身の回りのお世話係というか召使いだ。弾痕が切除された人間以下の存在というのが当時の宦官兵の認識だぜ。前漢の最盛期を築いた武帝は、その晩年、皇宮に入り浸りになって、政務の取り次ぎを宦官に任せたんだ。宦官の台頭はここから始まったぞ。始皇帝が築いた新王朝でも、皇帝が政務の取り次ぎを宦官に一任して、その結果として長江という宦官が出現した、って経緯があったわね。宦官は隕石を作る心配がなく、皇帝にとって最も身近な存在でもある。故に皇帝からすればさほど警戒しなくてもいい存在だったわけだな。前漢の中高の祖とされる選定も同様に、法律に詳しい宦官を徴用して、政務に携わらせた。その結果として内政面で結果を残すことになるぜ。しかしそれは同時に宦官勢力を増長させて、奉家と対立関係にあって、かつ宦官を忌み嫌う儒家との分断も生んだ。そしてもう一つの勢力、外戚とはいわば皇后や皇太后の一族、だぜ。皇帝の身内として国家の中枢に参与し、一大派閥を築くことができる立場にある存在だ。後漢王朝はこの外戚と宦官が熾烈な政争を繰り返したことで、国政を大いに腐敗させ、国力を減衰させることにつながったのよね。紀元前48年、漢王朝を立て直した選定が崩御し、皇太子であった遊戯が即位した。元帝の誕生だな。そして選定が愛した孫である、融合が皇太子に立てられ、その母親である王政君は皇后になったぜ。それに伴い王政君の一族は外戚として重く取り立てられることになる。皇太子の後ろ盾となる存在だからな。次期皇帝の味方を増やすため、それなりの力は与えた方がいいのだろう。こうして王政君の一族は、外戚として地位を得ていくんだが、ただ一つの家だけがその恩恵に預かることができなかった。それが王毛の家だったとされているぜ。王毛って王政君の甥なんでしょ？血縁的にも近いわけだし、ここで王毛の家だけが取り立てられないって、不自然じゃない？いや、王毛の父は早くに没していたとされ、また王毛はまだ若かった。故に交換に取り立てることができず、不遇の日々を送ったわけだな。しかし王毛はその環境に腐ることなく、熱心に勉学に励み、母を養い、兄の意地を養育し、世の俊才と親しく交流し、評判は上々だったんだ。ちなみにこの時に王毛が熱心に学んでいたのが儒教だ。故に王毛は儒学者として慎み深く振る舞い、周囲からの支持を得ていったんだぜ。さて当時の情勢だが、やはり選定が危惧した通り、元帝は儒学者を熱心に登用し、その結果、奉家の宦官らとバチバチに対立していたぞ。儒者と宦官、理想主義と現実主義、特殊主義と法治主義。両者が相入れることは難しく、それが一気に表面化したわけね。ただ選定の頃から政務を握ってきた宦官らは強く、元帝は思い通りの政治を実現できなかった。しかしそれでも元帝は時の最高権力者だ。儒者もまたじわじわと勢力を伸ばしつつあったとされる。そして時は紀元前33年、元帝は理想を実現できないまま崩御することになった。後を継いだのは、皇太子融合。政帝の誕生だ。政帝は宦官らの後押しもあって皇帝に即位することができたんだが、その功に報いず。政帝は半ば強硬的に宦官勢力を削いでいったぜ。
こうして宦官勢力を政界から排除すると、その後釜に座ったのが、外戚の王一族だったぞ。裏で色々と外戚や儒者官僚が動いてそうな気がしてならないわね。ここまで来てようやく、王毛の出世の道も開かれてきた、と。王毛の台頭はもう少し後だな。というのもこの時実権を握ったのは、皇太后王政君の実兄王法であり、大司馬、大将軍、両将所持を担い、軍事と政治を一手に引き受けたんだ。また政帝も遊び好きな性格で、国政はますます外戚や官僚によって主導されることになったのだとか。烈公に報じられた多くの王一族は奢侈で評判が悪かったとされるが、王法は比較的によく政務を取り仕切り、政争にも負けなかったぜ。おかげで政帝も遊んでられたわけだが、紀元前22年に王法も病没。ちなみにこの時、病床にいた王法を熱心に看病したのが王毛だったぞ。なんというか、人間的にすごくできた人って印象を受けるわね、王毛。こうした振る舞いから、王毛は出世の機会を勝ち取ることができたと。そういうことだ。王法の推挙と、王政君をはじめとした一族の後ろ盾もあって、ここから王毛は政帝に取り立てられ、出世を果たしていくぜ。信と公として烈公に報じられ、ついに国家の軍事を総括する最高官位の役職、大司馬、に就任。まさに異例とも呼べる出世スピードだろう。外戚として、そして儒学者としてその人気や評判は上々であったし、朝廷の勢力も外戚と儒家が占めていたため、王毛は瞬く間に出世した。時代が王毛を後押ししていた、と言ってもいいのかもしれないな。この人心掌握術が、王毛という異彩の真骨頂だと言ってもいいだろう。結局、どの時代においても人心をつかむことができる人が強いと。まだ冒頭だけど、なんとなく王毛の恐ろしさが分かってきたかも。それじゃあ次の項目、王毛と刀剣、に話を移していこうと思うぜ。宦官が一掃された政界で、外戚の王一族に敵はいなかったかというと、そういうわけでもなかった。というのも上昇的方針は、非常に厳格な人物で、儒学、法律、天文に通じた超インテリな宰相だったぞ。敵方針は汚職をバンバン摘発していたため、奢侈な王一族とは対立。政帝も敵方針を信任していたため、外戚勢力が政権を牛耳るような、そういった事態は避けられていたぜ。しかしその政帝と敵方針が紀元前7年に没してしまい、また大きく勢力図が移り変わっていくぞ。皇帝と宰相がほぼ同時期に没したと。この政治的な空白は大きいわね。つまりここから、王毛の一派がさらに飛躍するってことなのかしら。いや、そううまくはいかなかった。というのも政帝には息子がおらず、後を継いだのは政帝の甥の勇金であったとされる。相帝の誕生だな。ちなみにこの相帝は、源帝の孫ではあるんだが、王政君の血は引いておらず、実の祖母は源帝の側室の不祥儀という女性だったんだ。つまりここで一気に、王政君の権威が下がることになる。王一族は相帝の血縁者ではなくなったわけだからな。そして王一族に代わって、外戚として台頭してきたのが、相帝の祖母不祥儀の一族と、相帝の母親定期の一族。そして相帝の寵愛した写人刀剣の一族だったぜ。へえ、一気に王一族の天下から官が滅びる流れだと思ってたけど、そういうことじゃなかったのね。それで、写人って何なの？写人は、まあ、雑用係みたいなものだと思ってくれ。皇帝に仕えるただの雑用係であった刀剣だが、彼は美男子として有名だったらしく、男色家であったとされる相手は、一目で刀剣にズブズブに惚れ込み、刀剣を恋愛的に寵愛し、度を越した厚遇をするようになっていくんだ。相手は先帝に似て、現実的な視野を持ち、皇帝に権力を集めたいと考えるタイプであったとされ、そのためには王一族が煩わしかったとか。そこで祖母の父一族、母の帝一族、そして刀剣の刀一族を徴用して、王子の権限を削っていく。もちろん、王毛はこの状況に大いに反発したぜ。今や外戚王子の筆頭格とでも言うべき立場になっているわけだし、その権勢が揺らぐことに、王毛が反発するのは当然の話なのかもね。自身の権勢の根幹でもある王政君の権威が揺らぐことをとにかく恐れた王毛は、その王政君と並び立とうとする不祥儀に対して、非常に強く反発したぜ。そしてその不祥儀もまた権勢への欲が強くて、王毛とことあるごとに対立。
ここで大毛は、相手に辞職を願い出たんだ。不祥事や定期の一派との対立で、身の危険を感じたのかもしれないな。その後、大毛は政治の中枢から離れ、日の子を被ることを避けたぞ。だがそれでもまだ大毛を油断ならないと思ったのか、不祥事や定期を貶めたという罪で弾劾され、領地への帰国を命じられたのだとか。へえ、清掃で完膚なきまでに勝利して、位を極めたわけじゃないのね。でもここで難を避けようとするあたり、芝居と少し似ているかも。そうだな。無理に抗わずに難を避け、その結果、幸運が訪れるわけだ。こうして大毛が政界から離れている中、政敵の不祥事と定期が病没。そしてさらに、ここで日食が起きた。当時の日食は、政治の不備を見た天が皇帝に対して怒りを向けているのだ、と考えられていたぜ。そこで国政を管轄している大臣や宰相が、日食が理由で罷免されたりしていたんだ。そして当時の人々は、この日食を見てこう考えたぜ。大毛が政界を離れたせいで天が怒っている、と。また日食だけでなく、災害も多かったことから、相手は大毛を朝廷に呼び戻したとされる。本当に時代が大毛を押し上げようとしているって感じがするわね。政敵が一気に排除され、天才と迷信が大毛の成功をさらに高めた、と。こうして大毛は政界に復帰。しかし、まだ一つだけ大毛を阻む政敵がいた。それが刀剣だ。彼に対する相手の出来合いぶりは本当に凄まじく。刀剣の演者は全員が高位高官に上り、刀剣の妹は側室に迎えられて、そして刀剣自身は大毛の後釜として大芝、英将軍についていたんだ。それだけでなく、刀剣と一時も離れたくない相手は、刀剣の屋敷を宮中の中に移動させ、ついには帝位を刀剣に譲りたいと考えるほど。刀剣への厚遇に異を唱えた官僚は、ことごとくが処罰されていたとか。こうなると遺憾に大毛であろうと、刀剣と争うことはできなかったぜ。もはや刀剣の権勢は、相手以上のものがあったということか。相手の寵愛が続く以上、大毛もこれ以上の出世は望めなさそうね。ただ、大毛が政界に復帰した翌年の紀元前1年に、病がちであった相手が崩御してしまう。相手は皇帝の印紙を刀剣に託していたのだが、刀剣の権勢はやはり相手の寵愛があってのもので、相手が没した今、刀剣を支持する者は少なく、また刀剣自身も心が折れてしまっていた。この時大毛のいとこである王光は、相手の崩御でうろたえている刀剣を叱責し、国家に皇帝がいない現状をいち早く脱するためにも、印紙を王政君に託すべきだとして、皇帝の印紙を奪い、王政君に譲渡。その後、王政君は大毛を刀剣の補佐に任じ、混乱の収束を命じたぜ。いよいよ、大毛に対抗できる政敵がいなくなってきたわね。ここからどうやって大毛は漢王朝に終止符を打つことになるのかしら。というわけで次の項目、前兆の準備、に話を移していこうと思うぜ。大毛は王政君の指示で国政を掌握し、刀剣を補佐して相手なき朝廷の、立て直しを行うよう指示されたんだが、大毛は真っ先に刀剣の弾劾を行ったぞ。相手の後ろ盾がない刀剣はなすすべなくそのまま自害したぜ。その後、朝廷に残っていた不祥事、定期、刀剣の一派も徹底的に排除。こうして外戚王氏の権勢を圧倒的なものにすると、相手の後継を探し、次期皇帝候補の中で最も人相がいい中山王勇敢を即位させたぜ。平定の誕生だな。この時平定は10歳にも満たない幼さであったとか。人相というより、大毛にとって扱いやすい年少の王を皇帝に選んだ、って感じがするわね。こうなるともう完全に大毛の天下じゃない？そうだな。ちなみに平定は元帝の孫にあたる人物で、相帝と同じく、王政君の血筋を継ぐ皇帝ではなかったわけだ。大毛はそこで考えたぞ。相帝の頃と同じく王政君の権威が低く見られるかもしれない、と。つまり大毛は次なる不祥事、定期の出現を恐れた、というわけだ。そこで平定の母である永期を決して都である長安に入れず、さらにその永期の一族であった官僚も、後に罪に問うて誅殺したとされている。また、先代の相手は法治主義を取り入れるべく法家官僚も登用したが、大毛はこうした大臣らを粛清。さらに多くの儒者官僚を登用していくぞ。徹底して、外戚王子の権威を守り、そして、儒教、による政治を追い求めた、と。
王毛の政治の特徴がなんとなく分かってきたわね。王毛は鉄頭鉄尾、古き良き儒教による理想郷を目指す政治家だった。そして儒教において理想の聖人と称えられる周公旦を目指して、いや、王毛はその聖人をも超えたいと思うようになっていったんだ。というのも王毛の政治は、周公旦の故事になぞらえたものばかりだからな。少しここで周公旦に触れておくと、彼は古の周王朝を建国した武王の弟で、武王の没後は、摂政として幼少の西王に代わり国政を管轄。周王朝の基礎を整えた後は、成人した西王に政権を返上しているぜ。儒教を生んだ思想家孔子は、そんな周公旦をこの上なく敬慕したぞ。つまり王毛はこの周公旦と同じ道を歩もうとしていたわけね。だからこそここまで徹底的に、自分の政権の基盤を整えていたと。どこまで儒教の思想を徹底していたのか、それがよくわかる話がある。王毛の嫡男は王という人物で、彼は幼くして帝位についた平帝と、その母の英気が合うことすらできずにいる状況をかわいそうに思ったのか、自分が王毛の注意を引きつけて、英気を宮中に引き込もうとしたぜ。しかし王毛がその計画を知ると、王は投獄され、自害を命じられた。古の周公旦もまた、反乱を起こした兄を中殺し弟を流罪に処している。王毛はこの故事を引用した上で、実子すらも厳しく処断していったぜ。実子や同族すら、儒教の理想政治に反するのであれば処断したわけだ。これが理想に向けて邁進した王毛という人物の恐ろしさだったと。脈々と続く漢王朝を、前例もなく滅ぼした人物なだけあるわね。このようにして、王毛は徹底した理想の儒教国家を築き上げていき、周公旦の治世に現れた白い生地が、自身の治世でも現れた東体。献上されたその白い生地を装病に備えたとか、そしてこの随章を根拠に、王毛は王朝を休んじた者として、安官公の爵位を賜ったとされるぜ。ちなみに、公の爵位の上が王、そしてその上が皇帝、だな。王毛は着々と、その階段を登りつつあった、という経緯が見て取れる。もはやここまで来ると、王政君ですら王毛の勢いを恐れて、王毛の上層にうなずくしかなくなり、国政は王毛によって独占状態になったんだ。曹操も義公、義王の手順を踏み、息子の曹丕が皇帝になってるわ。こうした階段の登り方っていうのも、王毛が前例を作ったってわけね。ここから一気に王毛の権勢は強まっていく。平帝の妻を決める際も、軍臣らが強く王毛の娘を推挙。あくまで王毛はそれを拒んでみせたが、結局、軍臣の勢いに押されて王毛の娘が平帝に嫁ぎ、王毛は皇帝の義父という立場を獲得。外戚王氏の権勢をさらに強めてみせたぜ。また国政の管轄者として、周王朝の宰相となった周公旦、殷王朝の亜相となった殷に王毛は並ぶとして、軍臣らは王毛の役職を、二人の役職の名前から一文字ずつ引用し宰相とすべきという軍臣の上層があり、王毛は最高官職三公を滑る宰相に就任したんだぜ。古代の記録を引用し、聖人とされる周公旦を本当に超えようとし、伝説を現実にしようとする、恐ろしい思想が表に出てきているわね。ここまで来ると、一種のカルト的な狂気をはらんでるようにも思えるな。そして周王朝時代の完成を記している周礼からまた引用して、皇帝のみに使用が許された9つの物品9尺を王毛に貸しすべき、と軍臣らが願い出て、王毛はこれらを受け取ったとされているぜ。これ以降、9尺の貸しは帝位禅譲の事前儀式と見られるようになるが、その前例を作ったのもまた、この王毛だったわけだ。そしてこの年に、平帝はと4歳の若さで崩御。あまりにも急なことだったので、これは王毛の毒殺ではないのか、という説も囁かれているほどだったぜ。武王没後、西王が成人するまで国政を管轄した周公旦と同じように、王毛もその伝説をなぞるために平帝を、ありえなくもない気がするわ。なぞるため、というより超えるために、というべきか。平帝が崩御し、もちろん、平帝に子供はいなかったため、次の皇帝を探すことになり、王毛は占いで最良と出た先帝の元孫である2歳の子栄を迎えたぞ。そしてそれと同時に、王毛の元に不思議な随章の報告が入ってくる。井戸より現れた白い石に、安官公、帝位につくべし、という予言が書いてあったとか。王毛はあくまでそれを誇示するが、周公旦に習い。
王毛は摂政として皇帝代行を務めることとし、迎え入れた子英を皇太子に定めて、皇帝が担うべき政務権限をすべて握ってしまったんだ。予言とか迷信とか伝説上の故事にのっとって、最終的な決定を下す。王毛だけじゃなく、軍心がそれに染まりきってるのが恐ろしいわね。こうして実質的に皇帝になってしまった王毛に、やはり反対の声も上がり、中でも大きな規模の反乱となったのが、適宜の挙兵、だな。この適宜は、先にも触れたが聖帝の治世で最小に就任していたあの敵方針の息子で、その反乱軍の規模は20万余りに膨れ上がるぜ。王毛はこの反乱を大いに恐れ、自分は権勢を大使に返上するつもりだ、という意向を各地に届け、反乱軍のさらなる膨張をなんとか防いだとか。加えて王毛が発した鎮圧軍は、その敵義の軍を見事に撃破しており、その他の反乱もほとんど平定し、王毛の意向をさらに強めたんだぜ。軍事の功績は、圧倒的な権勢を裏付けるものになるわけで。つまりこの反乱鎮圧をもって、王毛は完成してしまった、と。それじゃあ次の項目、改革の連続、に話を移していこうと思うぜ。大規模な反乱を鎮圧したことで、軍事功績を手に入れた王毛のもとに、再び不思議な予言が舞い込んだ。その不思議な予言や天命のすべてが、王毛は皇帝に即位すべき、という内容のものであったとされるぞ。こうした天命を示した随章のことを不明と呼ぶことから、この王毛の一連の革命を不明革命と呼んだりするみたいだぜ。そしてついに西暦8年、王毛は皇帝に即位することを宣言。皇帝の印を預かる王政君は王毛を激しく非難し、印を投げつけたぞ。そういえば宗妃が即位する時も、なんか似たような逸話があったよね。宗妃の妹で、献帝に嫁いでた宗説が起こって印を投げつけたっていう。そのあたりもなんとなく意識して史書に記されているって感じは確かにあるかもしれないな。さて、こうして UFO の築いた漢王朝は途絶え、王毛による、秦、という王朝が建国された。この国号は、王毛がもともと、秦と皇、という爵位を持っていたことに由来するみたいだな。今までの王毛の政治思想からもわかる通り、皇帝に即位した王毛はここからさらに、儒教の古典に基づいて、国家の制度を定めていくぜ。中でも特に重視したのは、周礼、で、言ってしまえば王毛は周王朝の国家制度を理想とし、厳格に古典に則って様々な改革を推し進めた。周王朝といえば、紀元前1000年に成立したとされる王朝なのよね。つまり王毛は一気に1000年も昔の国家体制に戻そうとしたってこと。ざっくりと概要を表現するのなら、まあ、そういうことになるな。しかも王毛の改革はあまりにも煩雑で、人々の理解の範疇を超えていた。また、王毛に即位を指示した不明で、名指しで指名されていた人物を高官に据えていったが、何人か官僚の人員に存在しない名前もあった。そこで王毛は占いによって、A 将軍に縄文の守備についていた隊長を、前将軍に持ち売りの庶民を据えるなど、不可思議な人事を行ったんだ。また、今まで使用していた官職や地域の名称も次々と変更していくぜ。その範囲は辺境の地域に至るまで徹底されていた、という記録もある。なるほど。確かに、今私が話を聞いてても、よくわからない改革が連続してるし、当時の人の疑問はそれ以上だったでしょうね。王毛は貨幣改革も行い、新たな貨幣を製造し、今まで使用されていた五子銭という貨幣の使用を禁止したんだが、庶民はこれを理解できず、変わらずに五子銭を使用していた、という話もあったりするから、やっぱり当時の人々も王毛の政治は理解の範疇外だったんだろうな。他にも様々な改革が行われたが、やはり理想的な話ばかりで、現実は制度を悪用して私腹を肥やす者が増えたり、制度改革についていけず、朝廷がその制度通りの対応ができなくなったりと、混乱が続いたぜ。中でも最も悪影響が大きかったのは、外交面、での話になるだろうな。外交面というと、漢王朝の外側に位置する遊牧民族や騎馬民族との関係ことかしら？郷土とか戦区とか右岸が有名よね。そうだな。王毛は儒教の、海思想、の、中華の文化が世界で最も発展してて、周辺の異民族は低劣である、という思想に準拠して、漢王朝が周辺民族に渡していた印紙を取り上げ、郷土に、高度普及。
高栗に、デクリ公という侮蔑的な称号を押し付けたとされている。その対応に周辺民族が怒り、中華へ盛んに略奪を仕掛けるようになり、王毛は討伐軍を差し向けるも、その討伐軍が現地で略奪を行うありさま。中央の高官を司令官として派遣するも、その高官が率先して法を犯し、略奪を公認。辺境での異民族の鎮圧は散々な状況になってしまうぜ。王毛の権勢が、急速に落ちていってるのがよくわかるわね。軍事面での失敗は、もう明らかに失敗ってわかっちゃうものだし。加えて軍事はとにかく金がかかった。前漢の最盛期を築いた武帝も、軍事費用を使いすぎたために、国家財政が傾いたという例もある。辺境を守る大量の兵隊を維持し続けるための莫大な費用を賄うべく王毛は増税を行うが、民衆はそれを嫌ってる民や盗賊になっていった。そもそも新しい貨幣を作ったり、制度面でごちゃごちゃと手を加えて混乱している最中だ。増税をしたところで集め方すらよくわからない。そして干ばつや水害がさらに追い打ちをかけ、社会不安はさらに高まり、王毛打倒の機運が積み上がって、決壊寸前になってしまったのだとか。これが、王毛の建てた新王朝が短命で崩壊してしまった理由なのね。となるといよいよここから、次なる時代へと動き始めるってわけか。というわけで最後の項目、五感の兆し、へと話を移していこうか。王毛による新王朝は儒教の古典教義に即した理想主義的な統治を実施。小規模農民を守るため、豪族に土地の所有制限を示し、奴隷や土地の売買を禁止。古典教義を遵守して、土地や官職の名前を大幅に変更。他には貨幣制度を短期間で一新し、御主戦に代わる貨幣へと移行。外交面では開始層に基づき、高圧的な態度で周辺民族を侮蔑したぜ。だが抑圧された豪族は反発して放棄、土地や官職の名称変更は混乱を生み、民衆は新貨幣に馴染まず、周辺民族は新王朝に怒りを向けたぞ。理想と現実の乖離が大きくなりすぎたってわけね。性急な改革はやっぱり人々の反発を生むし、こうなるのも当然って感じがするわ。そして新王朝が開かれておよそ6年後、予後の乱、という一見すれば小さく、しかし後に大化へと発展する火種がくすぶり始めたとされる。徐州老や軍の資産家の息子が小さな罪で処刑された。彼の母親である予後はこれに激怒し、私財を投げ打って私兵となる若者を集めるぜ。そしてその若者たちが予後のために暴動を起こし、予後の息子を罪に問うた検裁を打つぞ。その後、予後は没したが私兵は解散しなかった。彼らは新王朝に不満を持つ族群を次々と吸収して膨れ上がっていき、数万人規模の族群となったんだ。そして自らを赤備軍と称したぜ。赤色は漢王朝のシンボルカラーだし、彼らは漢王朝の復興を大義に増長していったと。これも王毛の政治に対する不満の表れなのね。また赤備軍に少し遅れて、南の慶州の豪族や王族を中心に軍をなし、新王朝に反旗を翻した緑林軍という有力な反乱軍も出現したぜ。この緑林軍には、後に漢王朝の復興を成し遂げる希代の名君劉秀も在籍していたぜ。高武帝、と呼んだ方が聞き馴染みがあるかもな。なかなか、鎮圧することができないこの二つの反乱軍に対し王毛も本腰を入れて対応することになり、赤備軍には10万の精鋭鎮圧軍を差し向け、緑林軍には100万を号する大軍勢を差し向けて、事態の解決を図ったぜ。これは新王朝の総力を挙げた戦いで、まさに天下分け目の合戦だった。100万はさすがに言い過ぎでしょうけど、でも総力戦を仕掛けているっていう気迫は伝わる規模だわ。それだけ追い込まれていたわけね。この時迎え撃った緑林軍の将が優秀だ。緑林軍の主力部隊を率いる優秀の兄劉淵の軍勢は炎上を攻め、新軍への対応が遅れていた。優秀はそんな状況で前線を担い、兵力はわずか1万ほどしかなかったぜ。その状況で新軍は昆陽の城を包囲。優秀は十数機で城を抜け出すぞ。優秀が逃げた昆陽の城内は新軍に降伏しようとしたが、族軍を決して許さない新軍は降伏を受け入れなかった。すると城兵も退路を断たれ、死に物狂いで新軍に抗うぞ。そしてその時、城外で兵を集めていた優秀率いる決死隊3000が包囲を攻めて、新軍を散々に打ち破ったんだ。新たな時代を切り開く英雄は、こうして天下に名を轟かせたと。
それにしてもこの無駄なプライドが、新王朝を終始苦しめてるわね。赤備軍の鎮圧に向かった精鋭部隊も壊滅し、もはや反乱軍の勢いは止まらず、戦力をほぼ全て失った新王朝は狼狽するばかりとなったぜ。そして西暦23年、翼林軍が長安になだれ込み、王毛は混乱の中で殺され秦は滅亡した。皇武帝劉秀が即位するのはその2年後だぞ。現実に即さない悪政ばかりが目立つ王毛政権ではあったが、王毛の政治は、後に築かれる五漢王朝に大きな影響も与えているんだぜ。例えば、五漢王朝は儒教を漢学に定めたし、学校の制度の整備とか、儀礼祭祀も王毛の影響が大きい。そして、禅譲の前例を作ってもいる。漢王朝の権威は犯しがたくはあるが、絶対に無理というわけでもない。それを王毛は身をもって示し、その階段は三国志で再び世に現れると。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。よければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。